どうも、アベタス TV のアベタスです。はい、やってまいりました。はい、今日はですね、まあ今撮っているカメラ、キャノンの EOSKIS X7i のカメラについてなんですけれども、まあ今カメラはそのカメラで撮ってるんだけど、音は今別でついている、外付けの外部マイクで撮ってます。はい、これもね、まあ3000円か4000円ぐらいしないぐらいで買えたやつで、まあ、安価なものなんですけど、まあ割と音はよく取れてるので、まあ結構使ってきたんですが、ちょっとね、またちょっと気になるガンマイク、なんかこっちの方がいいんじゃないかなみたいな、なんかそういう風な気持ちでちょっとふと買ってみたものがあったので、今日はそれをちょっと開けてみて、まあどっちがいいのかなっていうのをちょっとやっていきたいなと思います。はい、まずこちら、ででん、はい、こちらはですね、コンデンサー型なんですけれども、BYPVM1000 ってやつを買ってみました。はい、これちょっと Amazon で、4000円しないぐらいで買いました。はい、これもちょっとガンマイクなんですけれども、今日はちょっとこれをねつけて、撮ってみたいなと思います。とりあえず開けよう、とりあえず開けよう、開けるよ、シャカン。はい、今日はもう完全にちょっとマイナーなやつなんで、うい、はい、ちょっと黒いモフモフがついておりますね。そんそん、はい、はい、ちょっとこんな感じで入ってますね。でまず説明書みたいなのが入ってて、でこれはパサ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 ついてました。はい、そしてケーブル、はい、これこれなんですよ、このケーブルになってるんですよ。はい、だからいいかなと思って買ってみました。はい、あとポーチと、あとはこれスタンドのゴムと、あとはピン変換部についてました。でこれ本体いきます。うわー、でけでけ、こんな感じですね。はい、でけーな、これ。今これスタンド、今こう抜けるわけでしょ、スイッと。ほう、なんかこれだけでもアマゾンで売ってたよね、なんかこういうやつ。はい、というわけでね、内容物はまあざっとこんな感じでございます。ここにスイッチがついてて、こんな感じですね。一番上がローカットで、普通にオンでオフみたいな、この3段階だけかな、あの切り替えは。それ以外はない。多分ここランプで、ここくるくるって回せばなんか取れんだよね。こう、こんな感じ。あ、炭酸電池ですね、一緒だ。結構ごついわ、ケーブル。これですね、結構長いな、これ長えな、これ、まあ、こんな感じでぶっ刺してカメラに刺すと、長いな、これ。ここはもうこのままにしとこう電池がなくなったらどうなるんだろうかわかんないけど、お知らせしてくれるのかな。もう多分お知らせしてくれるんだろうけど、ではね、早速これをちょっと装着して音を取ってみたいなと思います。どうも、アベタス TV のアベタスです。はい、私は今新しく買ったガンマイク BYPVM1000 ってやつで撮ってます。はい、非常にお安いガンマイクなんですが、音の方はどうでしょうか。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 はい、ちょっと静かにしてみます。はい、ちょっと近めで声を出してみました。特にローカットとかはしないんですけど、まあ、ノイズとか、あと音量とかどうなんでしょうかっていうところですね。はい、こんな感じです。はい、どうも、アベタスです。はい、今使ってるマイクは今もともと使ってたマイクです。ちょっと型番忘れちゃいましたが、今使ってるのは普通のマイクです。これも特にローカットとかはしてなくて、普通に撮ってます。どうでしょうか。ちょっと静かにします。フォーカスね。はい、こんな感じです。はい、どうも、アベタス TV のアベタスです。はい、どうも、アベタスです。はい、はい、というわけでね、ちょっと今聞き比べて見ては見たんですけども、見ては見たよ。なんかこう軽い、音が軽いっていうか、
なんかそんな気がしなくもなくて、悪くはないんですけど、なんかこっちの方がまだ耳慣れてるのか、こっちの方がよく感じました。ちょっとしばらくちょっとこっち使ってみて、どっちがいいかなみたいなのをちょっと決めたいなと思います。はい、そんな悪くないと思うんですけど、横からとか撮った時になんかあれだなっていう感じですね。だからちょっとマイクこう向け直してとかっていう風にしないとちょっとなって思いました。そんな大差はないかなと思います。まあちょっとご検討の方はちょっとこれを機に参考に、この動画参考にしてみてください。というわけで以上、BYPVM1000 ね、こちら買ってみました。 Amazon リンク載っけておきますので、よかったら見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。